でしょ。大丈夫？よいしょ。怪我ない？西山真希。真希ちゃんって言うんだ。あなたのお母さん？上手に描けてるわね。もう急に飛び出したりしちゃダメよ。館内をパトロール中の電車両に次ぐ墨田区本町5丁目4-6の消費者金融で強盗傷害事件発生。犯人は覆面をした2人組で店員1名を拳銃で撃ち逃走中。繰り返し犯人は拳銃を所持している。久々の大事件ね。行こっか現場。行こっか。行こう。そこは駐車禁止です。すぐに移動してください。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。があるまで通常業務で待機。いいわね。はい、はい、課長。
の指揮を取るのは一課の東管理官よ。僕と一緒の交通課の名に恥じない仕事をします。こんな卑劣な犯罪絶対に許せません。犯人に正義の鉄槌を。私たちにできることがあれば何でもすると管理官にお伝えください。先輩何してんですか。見ればわかるでしょ。化粧よ化粧。ねーねー、警視庁のキャリアが来たのよ。こんな出会いのチャンスめったにないんだから。俺だけいればさ一人くらいね。最悪でも合コンまではこぎつけましょうね。なんかハイエナみたい。あおいお前ら携帯電話よこせ。冗談やめてよ。携帯電話はね女の命なの。このメモリーの中にはね女の歴史が詰まってんの。男になんて見せられるわけないじゃない。バカ野郎お前、こっちだってそんなの興味ねえよ。とにかくこれだけは渡さないわ。あんまりしつこいと警察に社メールしちゃうわよ。いやこの野郎、自分たちの置かれてる状況分かってんのかよ。え夏美、やっぱり私たちの負けだわ。やっぱりさっさと言う通りにしろ。あんたらの巻き添えになるなんてこっちはごめんだ。あの島さんに、うん、お前らも携帯電話よこせ。あ、はい。これで GPS に追われる心配もないと。知りませんよ。そいつは地域課の警官が引っ張ってきたんです。係留していたボートいじってたらしくて、カバンの中調べたらこれが。ちょっと乗ってみなかっただけだから帰っていいでしょ。俺も雑魚の相手なんかしたかねえんだよ。何イラついてんだ。所轄は特捜本部に入れてもらえないそうです。そう腐るな。こっちも大切な警察の仕事だ。交通課の人間には分かりませんよ。刑事ってのは犯人逮捕が仕事なんです。あいつも青いな。牧村課長。管理官。犯行に使われた逃走車両が発見されました。本当ですか。そのそばに交通課のミニパトが止まっていたそうです。え、現在出動中の府警は。夏美さんと美雪さんがまだ戻っていません。二人からの連絡は。そういえば定時連絡もまだ。もしかしたら犯人と遭遇して事件に巻き込まれた可能性が考えられます。まさかそんな。二人との連絡方法は。私携帯番号知ってます。すぐ連絡して。はい。ねえこの子だけでもバスから降ろしてあげてよ。今日お母さんの手術なのよ。下手なペラ回してんじゃねえよ。この子が嘘ついてるように見える。人質は私たちだけで十分でしょ。じゃあお前このガキが俺のこと作らないって保証あんのかよ。現在調べる。はい。
二人のことをよく知る府警を一名貸していただけませんか。はい、私二人とは親友でした。一番長く付き合ってるのはこの私です。私二人のことが心配で、私もこのままじゃ胸が張り裂けそうです。あなたたちに何もそこまで積極的にならなくても。どうぞ管理官、私たちの中から指名してください。それじゃあ。私ですか。彼女を貸していただけますか。わかりました。さあさあすぐ準備して。はい。そんな睨まないでくださいよ。ああ、どこなんてみんな一緒ね。結局若くて可愛い子連れてくんだから。なんか疲れちゃった。あんたたち何なのその態度。二階堂さん、松坂さん、二人の代わりにパトロール。私たちですか。二人の親友なんでしょ。ただいま戻りました。先輩大変です。何オタオタしてんだ。俺たちはな、天下の白バイ隊だぞ。どんな時でもどっしり構えて。小早川と辻本が強盗事件に巻き込まれたようです。待ってろ小早川、必ず助けて。目的地に着けば犯人はバスを捨てるはずだから。私3時から大事な商談があるんで。このことは誰にも喋りませんから、私だけでもここで降ろしてください。お願いします。げんじゃねえよ。なんだよお前さ、一人だけ助かるなんて甘いんだよバカ。のんきで遊んでる関係で俺のことわかるか。わかんないし、別れたくないよそんなもん。お前ら不敬だろ。なんとかしろよ。めちゃくちゃ言わないでください。相手はね、拳銃持ってんですよ。あとどれくらいかかんのよ。終点は確か新木場だよね。うん、各駅にはもう警察が張ってるだろうし。でもこの路線って途中で乗り換えられるような交通機関あったっけ。うるさい、やれ。そういえば犯人って二人組じゃなかった。うん、そう言ってた。ねえ相棒は別々に逃げてんの。おめえらに関係ねえだろ。お金はもう山分けしちゃったの。ねえあんたたちいくら強奪したわけ。あのカバンの膨らみからして2000万ってとこじゃない。うわ中途半端ね。中途半端な人間は中途半端な犯罪しかできないのよ。あんたどこら。でもさ、私たちもこれですっかり有名人だね。当然記者会見とかやるでしょ。美人不敬、悪夢からの生還なんてさ、よろしく涙なんて浮かべちゃってるしね。どうするよ取材殺到したら。この美貌でしょ若さでしょ、世の男たちが私たちを放っておくわけないじゃん。笑い色の人生が私たちを待ってる。発着バンバン。けんなこの野郎、舐めてんのかお前ら。ブレーキ。私の大事な相棒なんだからさ。嘘。え、あの二人は。現在ミニパトが放置された周辺を捜索中です。
困る。君、それ非常に困るよ。と困った子たちです。心配ばかりかけて。私の将棋の相手誰がしてくれんの。は？だって将棋の対局をするって約束だろ。所長、ん？二人の安否が気にならないんですか。だって小早川君と辻本君だろ。犯人は銃で人を撃ってんですよ。やっぱ勝ち目ないか。当たり前ですよ、人造人間じゃないんだから。でも何とかしてくれそうじゃない。どうしてそうのんきでいられるんですか。だって今は信じるしかないんじゃないの。二人の無事をさ、信じるしかないんじゃないのか。そんな割り切れるほど器用じゃありません。代わり探すか。もういいだろ、早く返してくれよ。まだ鍵の話が終わってないだろう。だからこれは拾ったって言ってるでしょ。これはなんだ、これは。はい、に、所長だいぶ手こずってるみたいだな、帰ろうか。所長がですか。ああ、こう見えても昔は落としの井の瀬と呼ばれたこともあるんだ。な、何してんの。おい、先手がいい、後手がいい。なんで将棋なんかすんだよ。まあ先は長いんだ、焦らずやろうや。な、並べて。え、早く。悪党に手錠かけられるなんて一生の不覚。結構お似合いよ、その間抜け面には。間抜け、もう痛い。役立たずの税金泥棒が。黙ってろ。なんだよお前、触んなよ。俺は嫌いになったよ。静かにしなさい。私たち出し抜いて気持ちとっても。だったら一つ頼みを聞いて、この子バスから降ろしてあげて。あなたにもお母さんいるんでしょ。もし自分の母親が手術を受けることになったらどうする。励まして応援してあげたいって思うよね。お母さん、お母さん、あんたが出てどうすんのね。この子、お母さんのところへ行かせてあげて。無駄口叩かないことね。ただいま。どうだった学校。うん、またやられた。その逆、完全に仕方されちゃった。触らぬ神に立たりなし。受験校の生徒なんてその程度の根性しかないの。そういえばあいつは。ああ、もこみち。ああ、修理車両取りに行ってるけど。そう、うん、何。うん、別に。おい、お前ら何油売ってんだ。えっ、サボりか。あれ、今日みゆきさんと夏美さんは。それがさ、聞いてもよかったのに。いけない。何、途中でやめないで。でもね、うん、ちょっと嫌だ。気になるじゃん、教えてよ。ここだけの話なんだけどね、二人が強盗事件に。まだはっきりと決まったわけじゃないんだけど。でも二人とも連絡が取れないんでしょ。無茶してなきゃいいんだがな。なんせあの二人だから。でもさ、このことが公になればマスコミとか殺到するんじゃねえの。ここにも取材に来たりして。ちょっと二人とも何考えてんの。キャリアがダメなら
今日お父さんはまだ会社？何？3年前亡くなったんだって。お母さんと同じ病気で。お母さんの手術何時から？4時。ねえ、目的地に到着したら乗客は解放してくれるんでしょ？まだその子のこと気にかけてんの？いいから答えなさいよ。計画が狂った以上、その子は私たちの安全が約束されるまで一緒に連れてくよ。そんな恨むんならこの子を巻き込んだ自分たちを恨みないよね。出たそうです。どうしたんだろう、寄り道なんかする子じゃないのに。後で携帯でメール打ってみます。お願いします。それからマキちゃんのことは心配だと思うんですけど、オペは予定通り行いますので。こう言ったらダメなんだよね。で、銀取っちゃおうか。ああ、聞いてるか。所長さん、早くやってよ。横断は左右をよく見てまた左、急がば回れ歩道橋ってね。てかもうどう考えても俺の勝ちでしょ。勝負は下駄を履くまでわからんよ。いやもう俺の負けでいいからさ、早くその取り調べってのやってよ。何をそんなに焦ってるんだ。別に焦ってないけど。何かやましいことでもあるのかな。ねえよそんなの。ああそう、じゃあこれ引き分けってことでもう。そう、もう最初からやんのかよ。最初だから途中でこうやってこうやってやるのかよ、こうやって。もう木場付近は田中藩、門中付近は村吉藩、大島付近は木村藩、以上のように割り振った。各自しっかり操作するように。はい、はい、はい。岡林さん、君は確か交通課の佐賀です。中入んないんですか？入れるもんなら入りたいさ。君、この写真どうしたの？え？牧村課長。岡林君、小早川巡査と辻本巡査の話聞きました。俺にも捜査を手伝わせてください。え？事件の捜査がしたいんです。ガキの喧嘩とか不審者の取り調べとかそんなんじゃなくて、ちゃんとした事件が追いたいんです。二人の心配をしてるわけじゃないのね。悪いけど今は事件の解決より二人の安否の方が私にとっては重要なの。犯人なんか取り逃がしてもいいから無事で帰ってきてほしいの。捜査網をかいくぐって逃げる抜け道がきっとあるはずよ。どっかで車でも乗り換えるとか。どうしてこのバスを利用したか。このバスの路線のどこかにきっと秘密が隠されてるはずよ。
たのか大吉さん、マジだっすよ。中島、オイルぐらいちゃんとチェックしろ。誰か慰めてあげなよ。みゆきさんだけが女じゃないってどういう意味だこの野郎。おい、マイク預かってきました。おい、ちょっとこっち頼むわ。ひでえな。ねえ、みゆきさんと夏美さんが強盗事件に巻き込まれたらしいの。え、あの二人ならさっき見たぜ。どこだ、どこであの二人見た。丸八通りで二人とも回送バスに乗ってた。夏美、誰に電話してんだろう。まさか他にも共犯者とか。なんで最初からそんな考え込んでんだよ。携帯鳴ってますよ。え、うん、早く出なさいよ。いいよ今は。それとも今出ると何か都合の悪いことでもあるのかな。もしもし。え、今ちょっと抜け出せなくて。あの警察署です。いや、そういうことじゃなくて。はい、とにかくすぐ合流しますから。はい、いっす。早く取り調べ終わらせてくれよ。私流の取り調べでね。わけわかんねえよそれ。わかるよ、いずれわかります。あのバーカ、当時踏んじゃって。どうした。警察に足止め食らってるよ。おい、まさか俺たちのこと。それは大丈夫。それより足をなんとかしなきゃ。計画変更すんのか。トボルトは買えないわ。そろそろ準備して。分かった、じゃあここ頼む。あ、どけ。あ、切れないで。ほら、なんでクーラーボックスの他に。そっか、そういうことだったんだ。え、はい、こいつが小早川と辻元の行方が分かりました。え、二人は改造バスに乗せられ丸八通りを木場方面に進行中。中島君、その情報本当なの。バスがジャックされている可能性があります。バス会社に問い合わせて連絡の取れないバスがないか確認してください。二階堂さん。あ、はい。あの二人、おそらく水路を利用して逃げるつもりよ。新木場の近くに夢の島マリーナがある。その近くの停留所からボートに乗れば東京湾を抜けられるわ。でもそれが分かったところでこのままじゃ。西山真紀って誰？さあ、なんかの路線図みたい。路線図？すぐ拡大して。あ、はい。
人が乗ってるバスが向かってた方向だわ。新木場の方っすね。もしかしてこのメール二人からかも。すぐに返信メール打って。はい。悲鳴一つ上げないなんていい度胸してんじゃない。逃亡ルートは水路だったのね。やっと気づいた。ボートはあらかじめ用意してたの。調達係がドジ踏んじゃったみたいでね。まあこれでなんとかするわ。目的地の到着まであと3分。警察が気づく頃には東京都はさようなら。どう。ああそう来るか、うん、はいどうぞ。社長、うん、2人の行方が分かりました。何本当か。終わった。すぐに特捜本部に伝えてくれ。はい、うん、ああどうも。所長の番だよ。うん、金融強盗傷害事件路線バス。いいな。大手参りました。何もう投了かい。すいません。すげえ。はい。ああちょっといいかな。悪いんですが後にしてください。ああでもこっちもねちょっと急いでるさ。今強盗傷害事件の方が先決です。だからその事件のことだよ。え、この男奴らの共犯だ。中島君聞こえる。はい。共犯者の供述で犯人の逃亡ルートが分かったわ。犯人は夢の島のマリーナからボートで逃亡するつもりよ。小林君たちが現場に急行したから中島君もすぐにそっちに向かって。了解。くれぐれも無茶しないで。人質の安全が最優先だからね。分かってます。待ってろ小林君。中島君間に合って。でよかった。中島君。もしもし早くこっちの鍵も外して。あすまんすまん。たくみゆきの心配しかしてないんだから。そんなわけないだろう。私のことだって完全に仕事じゃんよ。バスは発見したか。それが バスが見当たらない。
どういうことだ。小林君、はい、で、あ、課長、素早川。小早川さん、無事なの？とりあえず人質は無事です。犯人も逮捕しました。あんたたち今どこにいるの？人質になってた子供を連れて病院に向かってます。病院ってどういうこと？もうすぐ子供の母親の手術が始まるんです。捜査一課の東だ。今すぐバスを止めろ。この場所で捜査員が到着するのを待つんだ。でもそんなことしてたら手術の時間が。君はそれでも警察官か。被疑者の確保を優先するのが当然の義務だろ。マキちゃんがどんな思いでこの数時間過ごしたか分かりますか。この子にとって母親の手術は強盗傷害事件なんかよりももっと大きな事件なんです。それを解決するのも警察の仕事なんじゃないんですか。民間のバスに被疑者乗せたまま運ぶなんて運を通なんだ。懲罰委員会にかけるぞ。よりこ、今晩いつもの店予約しといて。ついでにカラオケもね。今夜は朝まで歌い込みだよ。ちょっと待て、私の命令が聞かないのか。おい、こら。彼女たちの携帯の番号は？止めても聞くような子たちじゃありません。いいから教えろ。おい、覚悟しろ。このままじゃすまんぞ。社長、すいません。頑張れ！頑張れ！
感謝。いただきます。マスコミの取材殺到するところだったのに。管理官も怒って帰っちゃったし、これでまた交通課の評判ガタ落ちね。誰かさんは手土産もなく戻ってくるし。え、私聞きましたよ、管理官の携帯の番号。え、一応合コンのコネもつけときました。こっち来て一緒に飲もう。そんな気分じゃねえよ。パーッと騒いでさ、明日からは頑張ればいいじゃん。お気楽だなお前は。ポジティブと言ってよ、ポジティブと。すまなかった。え、俺がちゃんと共犯の男調べてたら。やだよ、してよ。あんたに借り作ると高くつきそうだからさ。はい、今日は本当にご苦労様。中島君が来てくれなかったら真希ちゃんは手術に間に合ってなかった。かっこよかったよ。よせよ、こっぱずかしいな。でもね、一つだけ気に入らないことがあるんだよね。何？あのバイクの乗り方何？もっと大切に乗ってあげなきゃかわいそうでしょ。怒んのかよ。だって悲鳴上げてたよ、私わかるもん。はいはい、二人とも千葉喧嘩なんかやめて、今日はパーッと楽しく飲もう。パーッと何が楽しく飲もうよ。課長、あんたたちのおかげで散々だったんだから、私にもちょうだい。あ、はい。警視庁の幹部やっぱり怒ってました。犯人捕まえたから始末書だけで済んだけど、下手すりゃみんな首よ首。でもまあ、マキちゃん間に合ったし、課長も味方してくれたらしいじゃないですか。あんたたちのためじゃないの、子供のため。ゆきさん、夏美さん、マキちゃんのお母さんの手術成功したそうです。よっしゃ、近いです、近い。みんな飲んでこー。では、みんな飲み行くよ。この番組は花王とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。